セリエ B は、スポンサーシップによりセリエ BKT として知られる、イタリアのプロサッカー二部リーグである。レガカルチョが2010から2011シーズンにレガ、セリエ B を創設するまで、レガカルチョが主催していた。20チームによって争われ、上位2チームとプレーオフの勝者は、セリエ A に昇格する。リーグが、現在の形になったのは1929年のことである。 2019から20シーズンから20のクラブが出場し、前期と後期で試合が行われる。2010年のシリーズからレガカルチョの運営から分離し、レガセリエ B で運営されている。カデッティカンピオナートカデットなどとも言われる。シーズン終了後、上位2クラブは無条件で、次期セリエ A に昇格となる。さらに3位から8位のクラブで、プレーオフを行い、 勝ち残った1チームもセリエ A 昇格となる。なお、3位と4位のクラブで勝ち点差が10以上ある場合、プレーオフは行われず、3位のクラブの自動昇格となる。また、下位3クラブは自動的にセリエ C に降格し、16位と17位のクラブはプレーアウトの2試合を行い、敗れると降格する。なお16位と17位のクラブで勝ち点差が5以上ある場合は、 プレイアウトを行わず、17位のクラブの自動降格となる、2021から22シーズンの所属クラブ、ありがとうございます。